皆さんこんにちは。今日は難民支援協会そしてダイアログフォーピープルのイベント食を通して伝える難民の声、たくさんの方々にご視聴いただいているようでありがとうございます。ありがとうございます。昨年の時点で発表された世界の中で国内外で避難生活を送っている方々の人数7080万人というふうに言われていました。でところが昨日発表された数字ではそれを大きく上回る8000万人近い方が今世界の中で避難生活を送っているという発表がありました。そういう人たちが今何を感じてこれまでどういう道のりを歩んできたのかということを食文化を通して伝えるということが今日のイベントです。なかなかその難民の方々とそもそも日本の中で対話する機会がない、接する機会がない、どうやったらそういう方々のことを支えられますか、出会いますかという声を実はたくさんいただいているんですよね。で、じゃあどうしたら日本に暮らしている難民の方々を知ってもらうための間口って広げられるだろう、どうやったらこうお互いがやはりこう会話したりこうつながり合ったりするっていう糸口を見出せるだろうかっていう時に、私たちが今日考えたのが食文化ということですね、はい、やはりこのレシピ本、先ほどお話伺っていいなと思ったのが、やはりどうしても難民の方々のことというと何か支援をしてあげる対象というふうに語られがちだと思うんですよね、うん、でもこのレシピ本を通して我々が教えていただくわけですよね、はい、こちらの故郷の味は海を越えて難民として日本に生きる、これが難民支援協会の皆さんにご協力のもとで、完成できた本です、でレシピ本に少し趣旨は近いんですけれども、うん、日本に逃れてきた難民の方々が限られた食材の中でどうやって故郷の味を再現してるんだろう、じゃあその人はその味を食べた時に一体どんな思い出が蘇ってくるんだろう、でそれだけのじゃあ思い出が詰まった故郷を彼ら彼女たちはどうして離れなければならなかったんだろうかということをそれぞれのお料理を通してご紹介をしていく本です。ミャンマーから逃れてきた方々なんですが、シウミャンマーというお店を高田の馬場駅のすぐ近くですねに開いていらっしゃいます。で、丹瀬さんはですね1988年、もしかすると皆さんの中でもお詳しい方いらっしゃるんじゃないかと思うんですが、8888民主化運動ということで、うん、当時の軍事政権に対してもっと日本のようなやはりこう自由が欲しいと丹生さんは語ってくださったんですけれど、ということで自分たちは運動に加わっていったんだ、その民主化運動ということを教えてくださいました、うん、ただそれによって丹生さん命を狙われるようになって、うん、その翌年1989年に日本に渡ってくることになります、うん、逃れてくることになります。本日はなんとシウミャンマーのラペットゥ、お茶の葉サラダですね、そしてイエローバンブーの、これは鳥のフォーですね、まずはラペットゥからいきたいと思います。もうニンニクの香りが香ばしいですね、そうなんですよね、はい、ということでいただきます。いただきます。いただきます。難民になった証拠を持ち出すのはどこの国でも難しいと思うんですが、他の欧米諸国ではその中でどのような判断材料を用いて認定をしているのでしょうか、うん、日本がそのようにできないのはなぜでしょうかというご質問をいただきましたが、うん、はい、判断材料というよりもおそらく認定をするまでのこう仕組みの問題かなとも思うんですが、うん、そのあたりはいかがですか。そうですね、それも含めてまあ総合的にっていうところかと思うんですが、うん、人と違うのはやはり立証責任というところなんですね、うん、で日本は申請する側が立証責任を負うというふうになっています。そうするとあなたが、うん、まあ、ちょっと乱暴に言うとあなたが難民だというんだから証拠を全部揃えて持ってきてくださいと、うん、で証拠を持ってこれないんだったらあなた不利に扱われますというところかなと思います、うん、で他の国は立証する責任を分け合いましょうと言ってるんですね。判断する側と難民の側で責任を分け合いましょうと。例えば難民の人が何が起きたのか、先ほどのエチオピアの方であったら独房で何が起きたのか、何日拘禁されたのかっていうのは彼女しか話せない、彼女が話さないと多分伝わらないっていうところなんですけれども、じゃあエチオピア、一般論としてエチオピアの政府っていうのはその当時野党の運動をしていた人たちに対してどういうふうに取り扱いをしたのか、刑務所、政治犯が拘留されていた刑務所っていうのはどういう状況にあるのかっていうのは、うん、いろいろな資料で当たることができて、それは判断する側でもできることだから、うん、それを判断する側もしっかり調べましょうと、証明する責任を分かち合うということが諸外国、先進国で行われていることかなというふうに理解しています。そうですね、
一つだけ最後に言わせていただくとしたら、やっぱ無関心ではいないっていうことで、今日聞いたことで心の関心のスイッチっていうのを押していただいて、難民だったりミャンマーだったりベトナムだったりっていうところにぜひ関心を持ち続けていただきたいというふうに思います。無関心ではないっていう意思表明としてもご寄付を検討していただけたら嬉しいです。今日は本当にありがとうございました。ありがとうございます。同時にですね、我々 Dialogue for People も実は NPO 法人として活動しておりまして、で大切な役割分担をしていきたいと思っています。で現場で難民の方々を支える人で、その声を支援の現場の方々の声も含めて伝える役割ということで、我々はこの後者を担っていきたいというふうに思っているんですね。でもしも、この支える伝えるっていう活動自体を支えたいという方がいらっしゃいましたら、ぜひDialogue for People の ホームページをご覧いただければと思います。ワンタイムサポーター、そしてマンスリーサポーターも募集しておりますので、そういった形で活動に関わっていただけたら嬉しいなというふうに思っております。たくさんの方々にご視聴いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録やご評価をいただけますと幸いです。また、このチャンネルは皆様のご寄付に支えられております。ご支援、ご協力、よろしくお願いいたします。